はいさーい。このチャンネルね、最近は僕が面白いなと思った撮影機材とか、そういうのを入手した時に紹介するようにしてるんですけれども、ここ数日でね、結構いろいろと面白い機材を実は買いまして、まあ、注目度の高いもので言うと GoPro Hero 9ですとか、あとは α7S III ですね。このあたりも購入したので、届き次第紹介していきたいと思います。さあ、ということでね、本日紹介するものなんですけれども、僕の長年のマイク戦争に終止符を打つ商品を紹介したいと思います。こちらです。僕ね、この配信業っていうのを始めて、まあ要は YouTube 始めて大体3年半ぐらいが経つんですけれども、この3年半ね、いろんなマイクを試しながら、結局ね、ベストのマイクっていうのにまだたどり着けてなかったんですよ。もう僕はね、中本マイク戦争って呼んでるんですけど、もうこのマイク戦争に終止符を打つものがついにね、手に入ったんです。まあこのガンマイクってそもそもどういう人が使うのっていうことなんですけれども、まあそれは配信業をやるとか、あとは映像制作をするっていう人が必要なものになってきますよね。まあ、先ほども言いましたが、僕が YouTube を始めたのって大体3年半ぐらい前ですね。その当時っていうのはね、まだミラーレスとか一眼レフカメラでこの映像を撮るっていうことはね、あまりね、やる人がいなかったんですよ、実は。なんかこう、カメラというのは写真を撮るものだみたいなね、自分はあんまり動画はやりませんねっていう人がすごい多かったんですけど、最近はね、もう YouTube 番組もいろいろ増えて、映像系の番組もあるし、このカメラで映像を撮るっていうことが新しいスタンダードになりつつある気がするんですね。で、そうなった時に、写真と違ってね、映像って、そのカメラの性能、写りだけ良ければいいっていうものでもないんですよね。まあ、例えばさ、どれだけ綺麗な映像を、どれだけいいカメラで撮ったとしても、音が悪かったらね、その世界観全部ぶち壊しちゃうんですよ。で、僕がね、最近まで使ってたマイクが、まあ、こちらですね、ロードのマイクなんですけれども、これのね、いいポイントとしては、まず小さくて軽いっていうところですね。小さくて軽い。で、それから、電源を必要としないんですよ。要は、こちらのプラグインパワーといって、このマイク端子をカメラに差し込むだけで、このマイク端子から、電源を取ってくれるっていうことでね、もう挿すだけで勝手にマイクが起動するっていう、すごい便利だなっていう部分が大きいんですね。ただその反面、この端子から電源を取るわけなので、やっぱりね、パワーが弱くてそれほどいい音が取れないということが1点ですね。それから、こういう端子系ってね、どこかで接触不良を起こしやすくなるものですので、こうちゃんと取れてたつもりが後から音を聞いてみると、ザザザザザザザとかブブブブブブツブツブツっていうノイズが入ってたりということも多くてですね、使い勝手いいかと言われたら、まあ、やっぱり使い勝手いい分、その欠点みたいなものも非常に多かったんですよ。で、このプラグインパワー方式のマイクっていうのは、もうちょっといろいろと限界があるなっていうのは最近感じ始めてたんですね。そこでマイク自体にバッテリーが内蔵されたものに切り替えようっていうふうに検討してですね、いろんなものを試してたんですよ。まあ、その中で僕がもうこれでやっていこうと決めたのがこちらですね。 MIC-D30 というこちらのマイク、これね、めちゃんこいいんですよ、ほんと。まずケースかっこいいでしょ、この感じで。ケースの中開けてみますね。はい、まず中身を開けるとこういう感じになっておりまして、シンプルですね。まずマイクが1つ、こちらウィンドジャマーがついてますね、最初から。で、その他にも、スマホ用の端子、スマホ用の端子 と、カメラ用の端子っていうのは別々ですので、この辺り間違えないようにしてくださいね。まあできればね、iPhone 用の端子も欲しかったかなっていう感じです。今の iPhone、この、スマホ用のジャック刺さらないんで。で、それからこちらが充電器ですね。充電が USB-C っていうのは、これ大きいポイントですよね。最近の機材っていうのはほとんど USB-C ですから。共用ができるっていうのは大きいです。はい、ということで早速マイクの説明からいきたいんですけれども、まずこちら付属品の、ウィンドジャマーですね。こちらの性能どうかと言われると非常にいいです。外でね、風が強い日でも風切り音っていうのはかなり低減することができてます。で、それから、続いてはこちらですね。これマウントショックなんですけれども、まあ、二重のマウントショック構造になってて、結構硬めです。これが柔らかいとですね、かなりグラグラ動いて、まあ、例えば、ロードのマイクなんかで言うと、こんなぐらいグラグラ動くんですよ。もう、首振り人形ですよね、これね。あと、マウントの接合部分がですね、結構ガッチリしてて、このガンマイクってどうしても先っぽが長いマイクになりますから、この辺りをね、カーンとぶつけて、折れちゃったりとかすることあるんですよ、プラスチックの弱いやつだと。これはここら辺にメタルの素材も使われてて、かなりいいんじゃないかなと思います。で、続いてマイク本体の説明をしていきたいんですけれども、まずこちらが電源ボタンになってますね。長押しで電源が入ります。こういう感じですね。はい、で長押しで、止めると。
でそれ以外にもですね、こちらポチッと押すとですねオーバードライブですね入りますね。でそれからですねこちらのマイクこれ凄まじいですよ。ここ見てください。周波数が2タイプあるんですけれども、ノイズキャンセリング機能が搭載されてるんですね。今までのマイクってやっぱり素材取り込んでから編集ソフトでノイズキャンセリングをかけるっていう一手間があったんですけれども、こちらのマイクだともう収録の段階から、そういったノイズキャンセリングもできるということでかなりの優れものですね。であとこちらは基本的に単一指向性マイクですので、こちらですねこの部分から拾う音、前方方向の音ってのをしっかりと拾ってくれるという感じです。でそれからこちらに数値書いてますよね。原因の調整が細かくできるということで、これもかなりグッドポイントの一つですね。じゃーん、これ見てください。後ろここにですねなんとイヤホンジャックがあるんです。要するにマイクで収録してる音を現場で聞きながら収録するということができるんですよね。これはね実はめちゃくちゃ画期的なんですよ。どうしてもこういうタイプのバッテリー内蔵型ってスイッチ入れ忘れちゃったりとかすることがあるんですよね、稀に。あとは電源切れてる、要はバッテリーがなくなってるのでそれに気づけてないとか、そういう時にイヤホンで確認しながらの収録だと音だけ取れてなかった、しまったっていうことがないんですよね。それから音にノイズが入ってるとかちょっと調整が必要だとかっていうのを現場で細かく合わせることができる、まさに素晴らしさそのものですよね。サンスタカメラによってはこのイヤホンジャックの端子が付いてないものもあったりするので、こちらからイヤホンで音を拾えるっていうのはかなり大きいポイントになります。どうですか、ここまで聞いただけで機能性完璧だと思いませんか。その他にもいくつかポイントをまとめてきたのでそちらを読み上げたいと思います。こちらバッテリー内蔵となっておりますので、フル充電までにかかる時間というものがあります。それが大体 3.5 時間ぐらいということで比較的早いんじゃないかなと思っております。それから連続駆動時間ですけれども、こちらは30時間とかなり長いです。なので1日中取りっぱなしってこともできるわけですね。それからイヤホンをつけながら収録する場合というのは大体5時間から6時間ぐらいの連続駆動となっております。でそれから先ほども言いましたけど出力が USB-C っていうのもかなり大きいですよね。その他にちょっとここはな改善してほしいなっていうポイントがあるとすれば、やっぱりね電源のね自動オンオフ機能っていうのは欲しいですよね。こう例えばジャックを挿しただけで電源が入るとか、でジャックを抜いただけで電源が落ちる、それから今収録されてないなって思った時に勝手に電源をオフにしてくれるというような機能があるとですね、つけっぱなしであるっていうことも回避できますし、あとそれから収録の時に電源の入れ忘れっていうものもしないで済みますので、そのあたりはね今後の改善点かなと思いました。それではお待たせしましたけれども、早速こちらで撮った音を聞いていただきたいと思います。それではまず内蔵マイクの、高音の音。続いて、内蔵マイクの低音いきます。続いてはエアコンから 2.5 メートル離れた位置での、卓録を想定しています。結構ねこの卓録環境っていうのは多いんじゃないかなと思います。で今内蔵マイクでの録音ということになります。結構この α6600 自体がミラーレスカメラの中ではもうトップクラスに内蔵マイクの音がいいので、このままでも結構撮れてるかなとは思うんですけれども、この後ガンマイクの方に切り替えていきたいと思います。それでは、今から切り替えます。はいはい、ということで今、マイクを変えましてガンマイクの MIC-D30 をつけております。こちらのガンマイクで撮ってる音声いかがでしょうかね。先ほどよりやっぱりノイズが少なくなったのかなとか、声が聞きやすくなったのかなというふうに思います。はい、いかがでしょうか。皆さんお好みの音なのかどうか、自分の耳で聞いて確かめてみてください。はい、このような感じになります。検証は以上で終了です。はい、ということでいかがでしたでしょうか。僕がねおすすめしたくなるっていう理由もすごい分かったかなと思います。これはね僕にとっては正直マイク問題の答えが出たかなと思っていて、今後もこちらをねどんどん使っていくという予定です。概要欄にリンクが貼っておりますので、気になる方ぜひそちらも見てみてください。値段もねそんな高いものではないですので、僕はねこれ一つ持ってて絶対損はないと思ってます。はい、ということでね、また僕が注文したカメラとか機材類が届いたら続々紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録とそれからグッドよろしくお願いします。
はい、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。次回もまたお楽しみに。 See you!